はい、中村座でね、ちょっと忍者ショーを見てきて楽しかったんでね、そろそろ移動していきたいと思います。鬼滅や結構ね、敷地すごい広いね。あ、行けれ。これね、なりきり写真館やって、なんで写真ほんまや、鬼滅やん。ここはね、一般道やね。一般道なんやけど、ここから入ってればできる。入ったら、そうそう、怒られる、ね、怒られる。入場料払ってへんから怒られる。な、あ、鬼滅のある。鬼滅の新選組の売ってんねや。あ、貸してくれて、これ4000円もすんねや。ワンコよ。あ、鬼滅売ってる。もうワンコとかなりますよ。いや、かんざしや、かわいい。和のれん、ダイヤさん、あ、時計なんや。これが、なんかちょっと変化して、もっとでも、あれだよ。うん、うん、あるんやね。こんなんがあるな。石形とか沖田とかね。いいね、なんかね。新選組のうちも。いや、めっちゃかわいい。こういうの見るとね、乙女に戻ってしまっちゃうわ。かわいい。めっちゃかわいい。和の小物かわいいな。和小物。和小物が。あ、よいしょ。あゆみおじになってないです。いい、心配。呪術。で、刀ね。起きたも来ていた。6万円。わお。本格的ハモリ。モゾトは1から2キロなので、スタジオ撮影でかなり筋力を筋力を必要とします。あ、撮影禁止や、やめとこう。怒る。これちょっとためないね。ここはいいね。斎藤はじめ、うん、モノトの特徴、衝動買いして後悔しない。家に持って帰るのが楽しみ。確かにちょっとね、モノトね、撮影禁止やの。沖田のね、歌集清光が3万円で売ってね、大小セットで。光る星があるやろな。ちょっとね、ちょっとだけあのカメラずらすね。ここね、撮影禁止って書いてあるんで、歌集利光が、あ、歌集清光、利光誰や。歌集清光、新選組一番大隊長、沖田総司が持ってた、小型なんていうかね、短いの長いのね、2本セットで3万円やね。いいね。かっこいいね。これ重量は重たいと思う。お、重重量。お主も悪よのーって。重量こんな重たいね。めっちゃ重いね。重た。言ってもめっちゃ重たかった。
面白い、なんかいろんな売ってるの。あ、バスケさんや坂本龍馬か、鉄砲なんやね。バスケはあれね、あの三味線なんやね。かっこいいね、坂本龍馬、高杉さん。こんなんあんねや、ちょっといいね。歌手清光いいね、氷川大好きでね。これこれこれ持っとこうか、江戸の町ね200円。これかわいいな、1400円か、高いな。お金あるときに買おう。また来よう、うん、また来ます。ここね、お金になるときにね。薬お菓子の中に1枚だけね、金箔のついたお菓子がついてるんで、これこの380円の小判も入ってる、ね、入ってるの賄賂的お土産、賄賂的なお土産すごいねこれ金箔入りのなんかゴルフボールとか。あ、秋のお面や、折り鶴、いや、かわいい。おい口、今日は前向けて出てこない、出てこない、あれ、出口がどこだ、ここや、出た。だ、キッチン。和柄ハンカチ。うん、金箔ソフト。おお、すごい。金の金箔ソフト1100円。すごいね。忍者カフェ。エヴァのなんか。あ、ほんまや。ネルフフォト。顎に初号機の。開運。はい、こんな感じでね。はい。これね、今年なんだ、来年だと虎に変わる。変わんねえな、まだ変わってないな。これちょっとあれしたいな、あの待ち受けとかに、ね、でも今年終わりやからな。模造と販売中、忍者鬼滅グッズ、忍者あ、お手洗い、忍び、あなたたちに忍びがありますね。これ登ろうか。よっ、おっ、おっ、おっ、うわ、怖い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 、スカート、スカートが、よっ、あ、こっちから階段あんねや。ここが登るんじゃないかも。これ白影やん。新選組が向こう階段から行った方がいいから、すごい滑るわ、怖い怖い。あすかちゃん白影になってなんか楽しいな、ここ。こんなね、オープンセットがあんのよ、屋根の上のトイレもね、こんなにいいやな。別に立て札を探す、残念、忍びの館、史上最強のお化け屋敷、ちょっとやばいかも。ちょっとね、ちょっと、忍
バラに水タイムです。